宙エレベーターっていうのはロケットの、ね、燃料なしに電気だけで運んでいくわけですよね。天文学者が作った望遠鏡をすごい格安で上げてもらってちょっと宇宙を観測してもらえる新しい天文学が生まれるような気がしますね。天文台の人たちは全員宇宙に行ってください。気になってるのが宇宙エレベーターを作ろうとしてる企業があるっていうのも拝見したことあるんですけど、宇宙エレベーターっていうのはご存知のように静止軌道に重心があるものっていうのは地球の自転と同じようにもあるから、うん、まあ、ずっとそれを紐でつなげばエレベーターのようにした方がいい。そうするとあのロケットの、ね、燃料なしに電気だけで運んでいけるわけですよね。そういう宇宙エレベーターって今のある土地にできる、それともなんか海の真ん中に、うん、海ホタルみたいに、うん、ああいうなんかボーンってできる。そうですね、まあ、基本的には地球の自転と一緒に動かなきゃいけないから、うん、静止軌道上に作らなきゃいけない、うん、つまり赤道上のどっかですよ。これ昔アーサー・C・クラークっていうSF 作家が、はい、これを楽園の泉という小説に書いたんだけど、うんうん、そこで彼が書いたのはスリランカのあたりですね、うんうん、あの辺は実は軌道上の安定点ですごくいいんですよ、うんうん、だからそこに宇宙ステーションを作るというのは彼よく知ってるなと。すごいですね、科学に基づいた SF なんですね。そう地上から観測するとどうしても、ね、天文観測は大気が邪魔なんですよ、はい、なので、まあ、基本的に人工衛星打ち上げるんですけど、人工衛星どうしても高い手間がかかるので、宇宙エレベーターというのができると、まあ、もしそれでちょっとじゃあこの天文学者が作った望遠鏡ちょっとこれ持ってってって言ってすごい格安で上げてもらってちょっと宇宙を観測してもらえる、それが結構割安で結構普通の大学のちっちゃな研究室でもできちゃうっていうと、もうすごいなんかまた新しい天文学が生まれるような気がしますね。いかにその先ほどお話しあった天文台を宇宙に近づけていくかっていうところ、はいはい、そうですね。あとやはり気になるのがこの小型衛星のお話なんですけれども、ね、うん、ここまさにまさに我々がずっと研究開発して世界で初めての実は1キロの人工衛星を2003年に作った。1キログラム1キログラム10センチ立方、はい、でまあ大体半年ぐらい生きるかなと思ってたら今約19年ですけど、まだ現地に動いてですね、まだ写真撮って送ってきて、これもう僕らもびっくりしてるんだけど、その小型衛星がたくさんあるとこう写真を定期的に宇宙から撮る、ね、小型衛星のメリットは例えばね Google Earth みたいなものを見て、 Google Earth の写真っていうのは結構細かいところが見えるけど、いつ撮った写真か分かんないですよね。これが1週間前かもしれないです、1ヶ月前かも分かんない。でもこれは例えば数時間前の写真がもし見れるようになったら、例えばね家に布団が干してる、で雨降ってきたと、はい、俺布団干したかどうか分かんないからチェックしたいとか、それを Google Earth で見たら数時間前のやつ見れるとかね、はい、こういうことができるようになるだろうと思いますけど、よりリアルタイムに近く宇宙の目で見れる。たくさん上げれば上げるほど近い過去の情報が取れる。ただあんまりやりすぎると今度はね、プライバシーの問題とかね、まあ、これまた出てくるから、これまた厄介ですよね、天文学やってる人間からするとちょっと心配なことがあるんですよ。だから宇宙を見るってことは星を見るためには暗いところ行かないとダメじゃないですか、はいはい、明るかったら星見れないですよ。だからやっぱそう宇宙の環境保全っていうのも実はね、考えてもらわないと。これはもう結構大きな、国連でも取り上げられるぐらい大きな問題になりつつありますね。もう要するに衛星邪魔だみたいな話。衛星邪魔だって、うん、で衛星がこうチカチカ明るかったりすると観測の邪魔になる。だから衛星の色を黒くして太陽の光を反射しないようにしてくれとか、そうするとさっきのエレベーター欲しくなるんですよ。あ、そうすると天文台の人たちは全員宇宙に行ってください。なるほど、そっか、観測する方も上の方に行っていただいて、衛星より上に行きましょうって話です。そう面白い、もうなんなら月に行っていただいてみたいな。スペースコロニーでも作ってそれは面白い。月に天文台できたら行かれたいですか？たまに行くんだったら行かれちょっとね、子供の学校どうしようかと。大丈夫です。その時には月に学校切りますから。中塚先生は宇宙から地球を見たい。で、戸谷先生は地球から宇宙を見たい。まあそしたら地球出てきて。困ってるんですけど。宇宙って誰のものか分かんないんですよ、まだね。国際的な宇宙法はいっぱいあるんだけれども、結構歯抜けなんですよね。我々宇宙国家だって作ってなんか国民を募集しているなんか団体ありませんでしたっけ？そう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 、あるんですよ。なんか今宇宙資源法っていうのができてて、はいはい、資源を取ってきた時にその資源を自分の所有物と考えていいっていう国が世界で4つあるんです、はい、アメリカとルクセンブルグ、UAE で、日本がこの間それ認めたんですよ。そうなんです、昨年昨年